と待ってよ。脱色すればよかった。うん、我慢しよう。明日はちゃんと丁寧に眉毛を描くとして。こんばんは。ちょっとなんかめっちゃオイリーになっちゃった。オイルつけすぎたんだこれ。全然オイルついてないやと思ったら全然ついてるやん。オイル全然ついてるね。ピルルル、よいしょ。やることいっぱいだけど、とりあえずショールームしますか。水飲みます。明日軽公園だ。大丈夫かな。起こしてない。起こした方がいいよね、そろそろ。実は新しい帽子を買って、こっちか、届いたとこです。白の帽子を買いました。ここにハートがついてます。かわいいでしょ。明日は告知にもある通りロスオブタイムを初披露します。不安ですが、ちゃんと頑張ります。ちゃんと頑張ります。ちょっとバスタオルだけだな。もね、明日さ、朝をやって夜できそうなんですよ、配信が。なんと夜できそうなんですよ。なんとなんと夜が、そう、時間がね早まって、リハが朝になったので10時くらいから多分できると思うんですけど、でも私風船とかも何も買ってきてないから、全然ケーキとかもないし、全然お祝いモードにできないんですけど、いいですか。そう、物が揃ってないんです。
どっちがいいかなと思って。8周年の8の風船とかもなくて、明日受け取れるかな。受け取れるんだったらありがとうって感じなんですけど、もういつも受け取ってるか、その日にファンの方がくれたもの。じゃあそんな、なんかあれね、ファッションショーとかはできんけど、公演終わってお疲れーパーンみたいなのにしよっか。まあ無理だったら紙で8って書こう。そのスケジュールだけ。クラッカーどっちでも良い。朝1時間やって、夜8周年おめでとう。1時間11時から、ちょっと待ってよ。明日が27でしょ。朝ちょっとたくさんやりたいとこなんですけど、明日はちょっと三尾の卒業公演のやつをやんなきゃいけなくて、と徹夜になっちゃいそうなので、7時半から、いやちょっと待ってよ、7時半から8時半で、早いね朝。6時45でしょ。夜が22時くらいかな。22時から23時、こういう場合はどうしたらいいんだろう。もう1時間で切っちゃった方がいいのかな。2枠しかないけど、そんな感じでもええんかしら。朝と夜遅く、そうだね、明日リハと公演がちょっとあるんで、11から11時にするね。
デビュー8周年って言い方で合ってる？こんな言い方で合ってます？お披露目。明日は27日ね。じゃあ一旦755に貼るから見てください。ありました。ちょっと待ってよ、これだけ作ったらハマってる曲とかのお話ししましょうね。写真何にしよっかな。明日何の髪型がいいとかあります？特にないですか？よし、絶対載せます。デビューの時と同じ、デビューの時と同じ髪の毛切らないといけない、切って髪染めないといかん。でも髪巻いちゃいけないってシステムがあって、そうずっとストレートだったんですよね。載せました。はい、載せました。
めんなさい声でか、ごめんなさい。お願いします。よし、じゃあ今ハマってる音楽について話しましょう。ちょっと筋膜ローラーやっていい？筋膜ローラーやりながらしたいから、ちょっとカーテン閉めて。よっこらしちゃった。ちょっとショートパンツなので足は映しませんが、よろしくお願いします。こっちで持ってこようかな。8周年か。まさか自分がこんな8年もアイドル続けてるとは思ってなかったな、実際のところね。東京にしか筋膜ローラーがないからさ。じゃあ私はちょっとテロップ入れよう。傾いてる、倒れそうな。ちょっとハマってる、私のハマってる音楽をじゃあ先に聞きますか。聞きますかっていうか教えますね。じゃあ私は何聴いてるかな。結構でも TikTok で流行ってる音楽を、流行ってるとか TikTok で流れてきたものを聴くんですけど、佐藤萌歌さんのメルトビターってやつは結構聴きますね。めっちゃ歌うのはむずいんですけど。あー、ってやつを聞きます。でもあとは最近聞いた曲はこれも聞く。I love you baby I 愛してる君がそう私の人生のパートナーってやつ知ってる？聞いてそう。あとはあ、でもドラ、でも
ドラマの主題歌とか聞く。分かってないよなんで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 ね。あのやんごとなき一族が好きだったので、それとか、あ、これはもう確実 TikTok 前頭の少女っていう曲、これは TikTok で流れてきて聴いてる。でも西野カナさんのイフもめっちゃ聴く。これイフも聴きますし、招き家茶の君煩いも聴きます。1年前からずっと聴いてる。あと宇多田ヒカルさんの君に夢中も聴くし、そっけない、ラッドウィンプスさんのそっけないがめちゃくちゃ好きです。あとは汗川の眠り姫、横浜ブルース、サイレントは、ここの3つは結構聴く。バックナンバーはさんはほとんど聴きますね。好きなのは黄色とかハッピーバースデーとかクリスマスソングとか王道なんですけど、あとは全部イコラブちゃんかな。意外と少ない、142曲保存してるらしいけど、そんな聴いてる風には感じない。感じなんですけど、なんかおすすめの曲あったら教えてください。あ、でもイコラブちゃん、私ズルズルがめちゃくちゃ好きなんですよ。700も保存してるのすごっ。でも曲ってどうやったらなんか保存したいって思うんだろう。あいみょんさんも保存してるよ。でも今日めっちゃ来てたんだよね。こんな来るんだと思って。でもやっぱさ、 LINE ミュージックで聴ける歌が少ないからさ、恋愛曲ね、むずいよね。あ、ワッチさんも聞く。さ、恋だろうってやつ。逆に普段みんなって何聞くんですか？恋愛は別に聞かない？ちょっとローラーします。どういう曲聞くの？洋楽とか？あー、別の人の彼女になったよもいいよね。うーん、私はもう流行りの歌しか聞かないな。音楽で流せたらいいんだけど、流せないからな。
でもたまにさ、なんか中学校の時に聴いてた歌とか聴きたくなる。すごい、でもいっぱいくれてるな、みんな嬉しい。涙に沈む太陽とか送ってきてくれる人いるんだけど、イクミが結構こういうの知ってて、イクミから来てるんだよね、嬉しい。うん、 AKB の曲はあんまり聴かないな。でも入れてる曲はあるよ。金木犀、モニカ、サヨクロ、風は吹いている、入れてる。よいしょ。思春期にハマった曲一生好きらしい。なんだろう。一つ二つと星が出てきたみたいなやつ聞いてた。待って、昔流行った歌とか聞きたくならん。なの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 、これ何、グリーン、オレンジか。部活でも弾いてたわ、吹いてたわ。だからグリーン聴きたくなるよね。マジ世代。ただ泣いて笑って過ごす日々に、もめっちゃ聴いた。たまにさ、合唱曲聴きたくなるときない？あってほしい。何聞くんだろう。でも失恋ソングを聞いて泣けることはあったね。失恋ソングって切ないなと思って。中1の時とかなんかめっちゃ失恋ソング聴いてたイメージ。なんだろう。フラワーいいよね、わかる。白雪姫とか好きよ。白雪姫って合ってる。純白の雪花が咲ける花になれるとしたら、永遠にあなたを待ち続けてたいの。ってやつ。いいよね。聞きたくなった。聞くわ。めっちゃ好きだった、懐かしい。でもエモいってむずいよね。どういうエモいが好きなんだとかも世代じゃない？
太陽とひまわりも聞いてたわ、懐かしい。え、世代だったよね。聞きたくなっちゃった、めっちゃ優しさで溢れるようにとか夏。ちょっと保存しよう。あと何があるかな。でもみんながね言ってくれてた歌はちょいちょい保存したの。あと TikTok とかで調べて、クリープハイプ聞く方います？私あんまり聞かないんですけど、保存した曲が、でもこれ超有名な曲3つだろうなって思う曲。お、聞く？ちょっとさ、私はさこの歌詞がを解読したい。蜂蜜と風呂場っていう歌、これはどういう歌ですか？知ってる人いる？絶対知ってるよね。聞くっていう人はなおさら知ってそう。私は全然知らないけど、すごい歌詞だよね。いや、すごい歌詞なんだよね多分。でもすごい歌詞と思って保存しちゃった。すごい歌詞。そう、はちみつみたいな味がするなんて嘘ついてじゃない？あとはくれた You なんとかかんとかみたいな。あとラブホテルっていう歌を入れました。嘘つきの君が好きっていう歌もいい歌です。音田正則さんっていう方の歌なんですけど、は約束のしおり、エースコレクションさん、なんかいろいろ入れました。マカロニ鉛筆さんも入ってるし、もうでも TikTok でな流れてくるのがね結構聞きます。からもっとおすすめの曲あったら。でも本当に思ったよりいっぱい来てて曲が嬉しかった。ハチミツみたいな、K-POP ね、 K-POP 聞かないんですよね。聞いた方がいいですか K-POP？ ちょっと K-POP 聞かないんですよね。
よっしょ。あ、すごい白のいい匂いがする。パパッパッ、私できないんだよねこれ。パパッ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 。今期のドラマなんか見てます？全然歌の話じゃなくなっちゃうんですけど、なんかおすすめのドラマありますか？もう気づいたら2話とか3話とかにさなっててさ、もう嫌なんですけど、いつも追いつけなくなる。トゥー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 、気づいたら見逃してるの。あ、ナイスフライトはお母さんが見てて、さっき見始めました。30分くらい見ました。あ、パパムスね、パパムスは気になってる。六本木クラスって何ね、どんなやつ？恋愛ものはどれ、どれが恋愛ものなんだろう。雪女とカニを食うみたいなやつはすごいよ。なんかそう、これも見てるんだけど、赤いナースコール、ちょっと TVer で調べよう。いろいろ「パパと娘の7日間」ね、面白そうだよね。魔法のリノベとかもなんか昨日ねネイルしてる時に2話見てたんだけど、面白そうだったんだよね。1話見たいけどもうないよね。赤いナースコールも3話までいっちゃってるやん。パラビで見れる説ある、これ。よっしゃ、TVerのランキングだと競争の番人が1位にいるけど、もう3話まで行っちゃってるやん。嘘、怖いの？怖いやつダメだ私。結構リアルに怖い。見たい。でも魔法のリノベ、オールドルーキー、もう4話か5話までいってんの？もう4話までいっちゃってるやん。消しゴムをくれた女子を好きになったって絶対恋愛だよねこれ。ちょっと見ようかな。恋愛は見たい。ナイスフライト、フライトって恋愛なのかな？恋愛ですか？すごい、彼女お借りしますの3話のなんかサムネがすごくエッチなんですけど。六本木クラス、なんかこれはすごいエッチなサムネだね。なんだろう、なんていうのこれ。服なんとかのなんとかかんとかに、あ、純愛リソナンスは見てるわ。そういえば純愛リソナンスは見てる。
どれになおちゃん出るの？六本木クラス？あ、パパと娘の7日間ってそうなんだ。カッキーちゃんとか言ってた。カッキーさんがやってたんだ。こういろんなドラマがあるね今。面白いんですか？違う話をやるってこと？そうなんだ。嘘、赤いナースコール見れないじゃん。そんな怖いんだったら。でも私パラビ永遠に入ってるから誰かと見るわ。もう眠いよ、ずっと眠いって言ってる。そこ最近眉毛黒くなってきた。あと YouTube 何見てるのみんな。歴史系ね。やっぱ今日友達とも連絡してて、なんか知性がある人はすごい大人だよねって話をしてて、知性かって言って、知性いや本読むの大事だよねってなったから、本当に本ちゃんと読もうと思ってずっと言ってるけどさ。ごめん、すごい、あー、バグった。バズレシピね、私もたまに見る。佐伯ポインティのなんとかかんとか TV みたいなやつたまに出てきて見てるんですけど、めちゃくちゃ面白いですよ。すごいおもろい。ねえ、賢くなりたい。ポインティー見てる。最近はでも仲間ち兄弟めっちゃ見るな。なんか TikTok とかも結構なんか恋愛系が多くて、個人的に恋愛が好きなんだけどさ、そういうの多くて。
見ちゃう。ゆいゆいのドラマ今日からなんだ、見たいな。でも TVer パラビに、パラビで先に公開されてたんだっけな、確か。いいなぁ、私もいつかドラマ出てみたいなぁって思いながら夢見てます。まあもっと演技の質が上がりたいなぁっていう感じですかね。あと10分で、まあこれ誕生日とかじゃないから10分とかじゃないけど、デビュー8周年です。みんなのおかげでなんとか8年続けてこれました。8年前は演技したいなんても思ってなかったし、ありがとうございます。本当みんなのおかげですよ。みんなが私のこと見つけて好きになってくれたから、私はみんなのために頑張ろうって思えています。またバグった。いや本当だよ、出会いに感謝、感謝しかない。みんなにありがとう、私と出会ってくれて。こんな面白くもなく可愛くもなく髪も染めちゃって変な人ですけど、ありがとうございます。お祝いしてね。明日はちょっと2時間しか作れてないんですけど、7時半からと。22時からかな。お腹鳴っちゃった。明日公園来る方いますか？頑張らないと。お、明日公園行きますって。やった。嬉しい。はーいって。わーい。わーい。嬉しい。
よろしくお願いします。ペンライトは何色と何色でしょうか。何色と何色でしょうか。正解です。紫と青ではなく紫と紫に変えたので、お間違いのないようよろしくお願いします。自分がちょっと忘れてました。うちわ持ってる方はぜひうちわ振ってください。よろしくお願いします。あのちなみになんですけど、ロスオブタイムも下手です。下手なので本当に下手にしわってくださってたら大丈夫です。よろしくお願いします。はい、下手祭りです。ちょっとミスらないように頑張りたいと思います。そんな久しぶりじゃないから多分大丈夫だと信じたい。よろしくお願いします。目にキラキラついてる。髪の毛どうしようかな。ちょっと意見聞かせて。もう一回、髪の毛何がいいと思いますか。あくびれました。ダメだった。ポニーテールか。三つ編み。かゆい、待って、かゆい。お団子。見上げて、なんかね、首に髪の毛ない方がね、スッキリするんだよね。考えます。どうしようかなって。そう、なんか愛の色の衣装的にすごい髪の毛がねスッてしてる方がすごいスッキリする。あくびれちゃう。じゃあ56分なのでランキングを見ます。眠い。13位スイカアットマークやね大福さん、12位プラットマークなどいどんさん、11位レリオスジンオシさん、10位ヤスンツンヤスンヤスンさん、9位今日もお疲れ様、明日も頑張ろう、元気に頑張ろうね YK さん、8位クニさん、オッケーアットマークナンバさん、7位アカネちゃん、6位すごいカツキアットマークアカネちゃん軍団さん、5位イセチアットマークアカネちゃん軍団さん、4位ダイヤくん、3位ゆうきさん、2位イナジアットマークいつまでもユーナーを彩りますさん、1位
ピーアットマークあかねちゃん軍団さんです。すごいあかねちゃん軍団がいっぱい、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで明日は7時半から8時半で朝して公演して10時から11時まで8周年お祝い配信します。よろしくお願いします。こちらこそ来てくださってありがとうございました。みんなのおかげで8周年無事迎えることができました。ありがとう。それではちょっと早いけど朝起きてまた会いましょう。おやすみなさい。まだ2分くらいあるんちゃう？おやすみなさい。また明日ね。バイバーイ。バイバーイ。あと1分。おやすみなさい。もう片目ドアップで終わろう。両目になっちゃった。私の目がおかしくなる。バイバーイ。